武蔵野市にある井の頭自然文化園で、日本リス31匹が死んでいたことが分かりました。リスにつく寄生虫の駆除のために薬剤を使用したということで、園では薬剤と死因との関連を調べています。井の頭自然文化園の担当者によりますと、今月4日、日本リス40匹の体についたダニを駆除するため、2種類の薬を体につけたほか、 巣箱内に1種類の殺虫剤を撒いたということです。その後、リスに痙攣やふらつきなどの異常が確認され、9日までに31匹が死にました。残る9匹にも異常が見られています。今回の薬はこれまでにも使用していたものでしたが、3種類同時に使ったのは初めてだったということです。塩は薬剤による中毒の可能性もあるとみて、 外部の研究機関で原因などの検査を進めています。担当者は早期に原因を究明し、残った個体の保護に努めるとしています。